部となります。さあ右手の方、海がね見えてまいりました。太平洋です。遥か彼方向こうにはね日本が見えるんですが、今日は見えないですねなんてことはないですけれどもね。はい、皆さんまだ里心はついてないですね。はい、太平洋、今日いいお天気なのでね、美しい緑色にね海が光っております。はい、この後ねこの海沿いの道にちらっと出ながらね、この先リマの郊外にありますカチャカマク遺跡の方にね向かってまいりたいと思います。この辺りねいっぱいマンションが建ってるんですが、やはりこの辺りは高級マンションです。富裕層たちが、ね、住むそんな地区ですね。で、もうミラフローレスは街の中がとっても綺麗なんですね。で公園なども、ね、整備され、街路樹も多く、緑も生い茂り、なかなか美しいとなっております。あの端まで行くと下に伸びている階段が広がっておりまして、地下3階からなるショッピングセンター、さまざまな商業施設、カフェやレストラン、映画館、そして、劇場、クラブ、またスーパーマーケット。このペル、大きいだけではなくて世界的にもとっても珍しい国と言われております。さあ一体何が珍しいのかと言いますと、この国の中には世界中に存在する気候のほぼ全ての気候が存在すると言われているんです。この世界中に存在する、ね、小気候を一つずつ数えていくと約104に分けることができるそうです。そしてなんとそのうちの84もの気候がこの国の中に存在すると言われています。まあ、それだけですね風土豊かな国となっているわけですけれども、この84の気候を大きく大きく区切っていきますと3つに分けることができます。さあ1つ目の気候といいますと、あさってからね皆様に行っていただく場所、モテルというと誰もがイメージされる場所です。はい、こちらはアンデス山岳地帯、5000m、6000m 級の非常に高い山々がそびえ立ちます。ちょうど中央アンデス山脈に位置する場所となっています。豊富な鉱物資源の埋蔵地としても、知られております。このアンデス山岳地帯、国土全体の約 30% を占めていまして、まあ、ペルーのイメージとして定着している、そんな気候帯が1つ目の気候。さあそしてもう一つ、二つ目の、ね気候というのが現在私たちがいる場所です。こちらは海岸砂漠地帯と呼ばれています。海岸砂漠地帯、まあ、砂漠といっても街の中は結構街路樹なんかもね、生い茂っていて、あまりピンとしないかもしれませんが、こういった街路樹というのも毎日毎日給水車でお水をあげている賜物です。というのも南の方からはフンボルト海流という冷たい海流が流れております。その海流のためにですね、1年間を通じてこの海岸地帯の温度というのが比較的低い温度で保たれています。しかし上空850m、900m ぐらいのところには暖かい空気の層がやはり1年間を通じて停滞しています。そのため、もうすでに上空に暖かい空気があるために上昇気流が起きません。上昇気流が起きませんので雨雲ができない、雨雲ができないので雨が降らず砂漠化が進むということで、海岸地帯一帯は砂漠地帯となっています。国土全体の 10% を占めております。ちょっと話ずれますが、今私たちに海沿いの道に降りてきました。こちらコスタベルデと呼ばれている場所です。コスタっていうのは海岸、ベルデというのは緑なんですが、もうちょうどね皆さん右手の方見てください。はい、お天気がよくね、綺麗な緑色の、ね、海が見えているかと思います。こんな美しい緑の色の海をイメージしてコスタベルデと名付けられております。
こちらぐるっと湾になっていまして、8つの海水浴場、ちょうど今ね、夏の海水浴シーズンということで、たくさんの人々が、見えているかと思います。またサーフィンを楽しむ人の姿もね、多く見えるかと思います。ペルーって言ってサーフィン、あんまりね、イメージされないと思うんですが、実はなかなか盛んに行われているスポーツでして、世界チャンピオンなんかもね、輩出しておりますし、ここから、今から北の方に、6、7時間行ったところに、チカマという海水浴場があります。このチカマという海水浴場は、世界一長いトンネル状の波ができる場所ということで、世界中のサーファーたちの憧れの場所となっているんですね。ペルーにマイサーフィンボード、サーフボードを持ってきて、ペルーにやってきてマチュピチュ行かずに波にだけ乗って帰るサーファー、まあ、そんなサーファーたちも少なくないと言いますね。さあ、そんなね、ペルーの海、右手の方には海水浴を楽しむ人々の姿が見えているかと思います。さあ、そんな海水浴客のね、せいでしょうか、結構ここね、混み合っておりますね。さあ、そしてお話戻りますが、ペルーにはね、大きく区切って3つのね、気候があると言いました。一つがアンデス山岳地帯、もう一つがアマゾンジャングル地帯、そして、残りの3つ目、ペルーといってこの気候をイメージされる方あまりいらっしゃらないかと思いますが、実はね、国土の半分以上、約 60% を占めているのがアマゾンジャングル地帯となっています。はい、アマゾンジャングル地帯、まだまだね、未開な土地も多いです。ジャングルの中には今でもね、昔ながらの生活を行っている、原住民の方がね、生活されております。動植物豊か、自然豊かな場所です。こちらは天然ガスや石油の埋蔵地としても知られております。さあ、今言った3つの気候帯、アンデス山岳地帯、海岸砂漠地帯、そしてアマゾンジャングル地帯という異なる3つの気候が一つの国の中に存在する、世界でも非常に珍しい国と言われているのがね、このペルーとなります。いや、皆さんすごいですね、人がいっぱいいますね。3000万人、そのうちの約970万人が首都リマに集中しております。ペルーというと非常に多種多様な人種によって形成されている社会です。まずはもともといた原住民の方々、この原住民の方々は私たちと同じ祖先を有しております。今でも原住民の子どものお尻を見ると毛孤斑というのが、ね、確認されております。今から1万年から2万5000年ぐらい前に、マンモスなどの巨大哺乳類を追いながら、まだ当時ね、氷でつながっていたベーリング海峡を越えてやってきた、そんな人々を祖先として持つ原住民の方々がまずいます。また1500年代になりますと、スペインの植民地下に置かれます。その頃やってきたスペイン系の白人系の人々、また白人と原住民の混血、メスティッソと、ね、呼ばれている人々、また植民地時代には黒人が奴隷として連れてこられています。黒人系の人々、黒人の奴隷制度が廃止されると、今度はアジアから、中国、韓国、日本からアジア系の人々もやってきます。こんな多種多様な人種によって形成されているのがペルー社会です。大体の比率を言ってみますと、人口の約 80% を占めるのがこの原住民とメスティッソ、混血人たちですね。そして約 15% を白人系の人々が占めています。
そして残りの 5% を黒人やアジア系の人々がね占めているわけです。で最近では、こういったね、さまざまな人種のさまざまな文化が混ざり合って新たに出来上がった庶民的な文化を指してクリオーヨと呼んでいます。まあ、特にねこういったさまざまな文化が混ざっているのはこの海岸地帯、首都リマや海岸地帯の大きな都市で人種のるつぼとなっています。でこのクリオーヨ、ね、文化ですが、まあ、いろんな文化が混ざり合っていますのでなかなか興味深いです。例えばクリオーヨミュージック、クリオーヨダンスというと黒人にルーツの見られるようなアフロ系の音楽やダンスがあるかと思えば白人系にルーツの見られる、優雅なワルツ系の音楽やダンスもあります。すべて一括りでクリオーヨと呼ばれていますね。またお料理なんかもそうです。黒人にルーツの見られるような臓物を煮込んだような、ね、お料理とか豆を煮込んだようなお料理があるかと思えばなんか私たちが食べると懐かしいような食べたことがあるようなお醤油をベースに使ったお料理なんていうのもあるわけです。でペルーでどんな小さなお店に行っても必ず売られている調味料、私たちもよく知っている調味料があります。一つは今言ったお醤油、さあもう一つ何か分かりますかね。日本ではもう今あんまり使わないのかもしれない、味の素そうなんです、味の素ね、ペルーではほんとよくね使ってます。はい、ペルーの人の多くは味の素はペルーのね会社だと思ってる人もね少なくないと思います。まあ、そんないろんなね人種のいろんな文化の混ざり合った、まあ、とても興味深いものに、ね、なっていますので、まあ、そんなところも今回の、ご旅行中体感していっていただけるのではないかと思います。という、ね、遺跡に行きますけれども、まあ、皆さんペルーアンデスというと、まあ、最初にイメージされるのってインカだと思うんですね。ただインカっていうのは実はアンデス文化の中では一番新しい文化なんです。はい、インカの前には、まあ、総称してプレインカと呼ばれる、まあ、様々なね、素晴らしい文化がいっぱいありました。ただたまたまスペイン人がやってきた時にこの地で、勢力を振るっていたのがインカ大帝国、そしてスペイン人によってインカという言葉が文字として残された、まあ、そのために、まあ、すごくね有名になってしまったわけですが、インカというのはアンデス文化の中では一番新しい文化で、その前にはさまざまなね素晴らしい文化があります。でそんなインカそしてプレインカの遺跡でありますねパチャカマック遺跡をこの後ね、向かって参りたいと思います。すごいですね、こんなところに、ね、こんなところに車を止めて、もう本当にね皆さんの今回ペルー旅行中ね運転手たちのわがままな運転にびっくりされると思います。譲り合いの精神全くないです。もう入ったもの勝ちということで、もうみんなねどん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 突っ込んできます。で信号コース混んでいて交差点の先も詰まっていても、週末になるとこの漁船にね観光客地元の人たちを乗せてその周りを一周して、はい、5ソルとかね10ソルとかっていう形で、アルバイトをしているね海のお散歩をするそんな船もありますが、泊まっていたのはね小さな漁船です。さあチョリージョスの街の中に入ってきました。
ちょっとね注目していただきたいんですが、まあ、これチョリジョスだけじゃないです。ペルーのリマの町どこでもやたらと薬屋さん多いんです。四つ角全部薬屋さん、ワンブロックの中に3箇所ぐらい薬屋さんとかね、もう本当に薬屋さんのオンパレード。ここも3軒薬屋さん並んでます。四つ角全部薬屋さんね、多いでしょなんででしょうと思うんですけど、まあ、大抵皆さんあまり病院には行かないわけです。ちょっと具合悪いと薬屋さんに行って薬剤師さんに今こういう症状なんだけどいい薬ちょうだいということで、薬屋さんに行ってお医者さんに行かずに薬屋さんに行って薬を処方してもらう方が多いんですね。で、日本みたいに一箱全部買わなきゃいけないというのではなく一粒ずつ打ってくれるんですね。なので1日3回を4日間その分だけ12錠だけなんていう形でも買うことができますし、抗生物質なんかもお医者さんの処方箋なしで買うことができるので、まあ皆さんね、もうちょっとしたことはすぐ薬屋さん行きますね。ただ本当に薬が大好きなんです。日本の人ってあんまり薬飲まないようにしたりする。私一回も使ったことないですけれどもね、はい、そんなね、薬屋さんのデリバリー24時間でねやってくれるというサービスがございます。さあそして皆さん左手の方なんか物々しい、ね、フェンスがついた女の人がずらっと並んでます。何か分かりますか？刑務所。これ女性刑務所なんです。女性の面会日と男性の面会日分かれていまして、今日は女性がずっとね並んでましたので女性面会日なんでしょうね。ただ刑務所っていうと日本だとなんかとても暗いイメージがありますが、こちらはなかなかそうでもないようでして、春になるとねニュースなんかで、今年の春の女王が決定しましたなんてね、そんなニュースが流れていたりします。ペルーのお口の方でね、アマゾンの方でコカインをね作って、それを国外に持ち出そうとして捕まった外国人の綺麗なお姉さま方や、芸能人の薬物使用の方などもいらっしゃって、なかなかあの塀の中は明るい雰囲気のようですね。で以前すごく私びっくりしたんですが、3年ぐらい前でしたかね、一人の女性が出所しました。その方はテロリストが盛んだった時期にセントラルミノッソというテロリストの集団に入って活動をしていたアメリカ人の女性で、中に捕まって、入所した際はもう20代のね裏若き女性だったわけです。そして3年前に出所した時にはなんとご結婚されてお子さんまでいらっしゃった刑務所の中で、まあ、結婚紙だけなら結婚できるのかなとも思いますが、お子様までできたそうですということで、まあ、そういう意味もあって女性の面会日と男性の面会日がね分かれているのかなという気もしますが、はい、なかなかね、国が変われば刑務所も随分違いますね。ペルーの刑務所、男性の刑務所なんかもそうですが、お金さえあれば何でも手に入るそうです。携帯電話だけでなく、もう武器とかねそういったものも手に入るらしいですね。皆さん右手の方見てください。なんかここ見るとあの丘の上のね住宅地、砂漠の町だっていうねイメージがされるんじゃないかと思います。先ほどのミラフロレス市はやはり新市街の中でも富裕層が住む地区でしたので、かなりね町の中も綺麗だったと思います。お家なんかも綺麗だったと思いますが、本当に10分15分走るだけで貧民層が暮らす地域、全く違ったね光景が見えてくるんですね。で今日これから行く、遺跡ももう本当に砂漠の中の遺跡です。はい、まあ、皆さんのペルーアンデス一家というとね石造建築思い浮かべられるかと思うんです。
ますが、今日私たちは砂漠の遺跡ということですので、石像建築ではなくて砂漠だからこそ溶けずに残っていた日干しレンガ、日干しレンガのね、アドベと呼ばれている日干しレンガのを積み上げました、そんなね遺跡を見ていただきたいと思います。さあ今私たちがいるリマですけれども、このリマを遣都した人物というのが他でもないこのアンデスを制覇したその人物なんですね。フランシス、スペイン人のフランシスコ・ピサロという人物でした。彼もですね、簡単にこの地にやってきて簡単にこの地の征服に成功したわけではなかったんです。まあ、何度かの、挫折や失敗もあったといいます。当時パナマを拠点に南アメリカ大陸に遠征にやってきていたフランシスコ・ピサロ一行でしたが、例えばね、今回の道中大暴風にかかって見舞われてしまって船の大半を破損してしまって、もう航海を続けることができずに泣く泣くパナマに帰ったこともありました。また、航海の道中兵士の多くを伝染病でね失ってしまい、航海を続けることができずに泣く泣くパナマに帰らなければいけなかった。まあ、そんな何度かの挫折や失敗を経て、1532年にこのアンデスの地にやってくるわけです。現在のペルー北に位置しますトゥメスという港に降り着きました。フランシスコ・ピサロそして率いるスペイン兵たちはというとたったの180名足らずだったといいます。彼らもですね、こちらにやってきたこのアンデスに、ね、やってきた目的というのは、当時アンデスを支配していたインカ大帝国、このインカ大帝国の抱える金銀財宝を横取りしてやれという、ね、野望を持ってやってくるわけです。しかし自分たちはたったの180名足らず、迎え撃つインカ兵はというと何万人もいるわけです。正面切って戦ったんでは到底勝ち目がありません。そこでね、インカの人々は頭をひねるんですね。さあどうしたらこのインカ大帝国を自分たちの手中に収めることができるであろうか。そこで思いついたのがインカの皇帝イケドリ作戦です。インカのトップを牛耳ってしまえば、その下に続く民を操るのもたやすいであろうと考えたためでした。ちょうど13代皇帝アタワルカがカハマルカという温泉保養地で休養している、まあ、そんな噂を聞きつけましたフランシスコ・ピサロ一行、一路カハマルカへ向かいます。さあ一方ね、アタワルカですが、白い人間がこちらに向かっているというね噂は耳にしていたようです。しかしまさか自分を受け取りにしに来たとは、まあ、これこっちも思ってもみませんでした。というのも当時インカの皇帝というのは非常にカリスマ性が高い存在、インカの神様太陽神の子供として太陽神と同じ扱いを受けてきました。さあ当時どれくらい、ね、カリスマ性があったのか、例を挙げてみると、例えばインカの皇帝が地に足をつけると国に災いがもたらされるといい、決して地に足をつけることはなく必ず神輿に乗って移動をされたといいます。またインカの皇帝の着ているお着物、非常に豪華な、ね、織りが施された着物が、着物をお召しになっていたわけですが、汚れるとすぐにお着替えになったそうです。そして一旦袖を通したものは二度と袖を通すことはなく厳重に保管された上に焼却処分されたといいます。そんな立派な、ね、織物だったら焼いたらもったいないのに、取っといたらいいのにって私たちだったらね思いそうですが、当時インカの皇帝がね身につけたものを残しておいて、後世のものがその後見つけて着るようなことがあったとしたら、それはもってのほか恐れ多いことということで、
で必ず焼却処分されたといいます。でまた皇帝に拝謁する場合は自分が卑しい身分であるということを強調するために履物を脱ぎ背に荷を背負い皇帝の前に深く深く頭を下げなければならなかった。またある日ですね、皇帝の乗った神輿が民衆の前を通り過ぎた際に一本の髪の毛がはらりと抜け落ちたといいます。それを目ざとく見つけた一人の女性がその髪の毛を拾い上げるとそのまま口の中に入れて食べてしまったというんです。まあ、それだけねカリスマ性の高い一家の皇帝、まさか自分を生け捕りにしに来る人物がいるとはこれっぽっちも思ってもみませんでした。白い人間がやってきているという噂を耳にしてきっと自分に会いに来たんであろう、一体ねどんな人物か一目見てやろう、一目見た後は虚勢して門番にでもしてやろうと思っていたという、そんなね、コメントさえ言い伝えられております。さあそうこうするうちにですね、フランシスコ・ピサロ一行がカハマルカに到着します。到着するとすぐに使いの者をアタワルパのもとに送り込み、早速翌日アタワルパとの会見の約束を取り付けてきます。さあ問題の当日、1532年の11月16日のことでした。アタワルパがカハマルカの広場に行ってみますと、たくさんいると思っていた白い人間たち、いたのはたったの一人だけだったんです。バルベルデという宣教師、そしてその隣には原住民の通訳が一人だけ立っていました。でフランシスコ・ピサロおよびその他の兵士たちはというと、広場の柱の陰に隠れこの二人の様子をじーっと見守っていたといいます。さあアタワルパがねやってきますと、待ち構えていた宣教師バルベルデは早速アタワルパに対してカトリック教の教えを説き始めます。しかしアタワルパは太陽神の子供、カトリック教にね興味があるわけもないですし、何のことだかさっぱりわからないというのが本当のところかと思います。しかしそんなことはお構いなしに、バルベルデはカトリックの教えを説き続けるわけです。そしてちょうど聖書をアタワルパに対し差し出した時、アタワルパは機嫌が悪かったんですね。広場に到着するとすぐに自分に敬意も払わずに訳のわからないことをしゃべりまくる白い人間かと思えば、箱のようなものを自分に突き出してきた、腹を立てたアタワルパはその聖書を手で振り落としてしまいます。その瞬間、広場の柱の陰に隠れていたフランシスコ・ピサロ一行がわっと広場の中に出てきまして、今の行為は神での冒涜の罪であると叫びながら、アタワルパを神輿から引きずり下ろし、あっという間に生け捕りにしてしまったといいます。その瞬間、実質上インカ大帝国が消滅し、約300年近く続くスペインの植民地化のスタートとなるわけです。さあその瞬間、広場の中にはたくさんのインカ兵たちがアタワルパの護衛に当たっていましたが、皆、驚いて戦うことも忘れ、チリチリに逃げ散っていってしまったというんですね。白い肌をした人間らしき人物が大きな獣にまたがり、雷を放つ棒を手に乗り込んできた、そんな姿を見たインカ兵たちは恐れおののいて、戦うことも忘れ、皆チリチリに逃げ散っていきました。白い肌をした人間らしき人物、もちろんスペイン兵を表しているわけですが、当時アンデスの神、ミラコチャが白い肌をしていたと考えられています。スペイン兵を見たインカ兵たちはミラコチャがやってきたと思うわけです。しかし神様のはずのミラコチャが
自分たちに攻撃を与えてくる。またワルパを捕まえようとしている。どうして神様がということで、頭の中がパニック状態に陥ります。また大きな獣というのは当時まだアンデスには存在していなかった馬です。馬を見たことのなかったインカ兵たちは馬の大きさにもびっくり仰天してしまいます。そして雷を放つ棒、これはなんとなく想像がつくのではないかと思います。これは火縄銃のことですね。火縄銃を見たことのなかったインカ兵は火縄銃の威力にもびっくりしてしまいます。ミラコちゃんのような白い肌をしたスペイン兵たちが大きな大きな馬にまたがり、雷を放つ火縄銃を手に乗り込んできた、そんな姿を見たインカ兵たちは皆恐れをのぞいてチリジリに逃げ散っていってしまったためにですね、アタワルパはあっけなくフランシスコ・ピサロの手中に落ちたといいます。そんなね、フランシスコ・ピサロによって検討されたのが、私たちが、ね、今いるリマとなるわけです。さあ今ね、料金所を越えましてリマの郊外に入ってきました。明日もこの道をずっと走ってピスコという、ね、町まで行きますけれども、今私たちがいるのがパンアメリカンハイウェイです。でこの先、100キロぐらい先までたくさんの海水浴場が連なっております。先ほどミラフローレス近郊にもね、海水浴場ありましたけれども、やはり、町のすぐ近くということで水質はあまり良くないです。お時間とお金に余裕がある人々はこのリマ郊外にあります、海水浴場まで足を伸ばされる方が多いんですね。そんな海水浴客向けにたくさんの趣向を凝らした、看板、かなり大掛かりの大きな、ね、看板というのも、このハイウェイ沿いにたくさん立っております。なかなか面白いですのでね、ちょっと注目してみてください。立体的になっているものもあれば、電気仕掛けになっているものなどなどね、様々です。この先そういった看板がずらっと、ね、並んでます。また海の家のようなね、浮き輪を売ってたりビーチパラソルを売っているようなお店なんかもね、たくさん連なっております。そんな、リマの郊外の方にねやってきております。ではもう間もなく、パチャカマックの遺跡の方に到着となります。パチャカマック遺跡といいますと大祭祀センターとして使われていたと考えられているんです。インカだけではなく、リマ文化、ワリ文化、イチュマ文化、そしてインカと4つの時代にまたがって約2000年近くの間ですね、祭祀センターとして機能してきた、そんな場所、神聖な場所ですね、こちらの方に向かってまいりたいと思います。博物館に到着しましたら、もう遺跡内はね、とっても広いです。歩いていたんではもう皆さんね、もう暑いしフラフラになってしまいますので、バスのまま遺跡の中に入っていきまして、要所要所で降りてお写真タイムとねしてまいりたいと思います。到着しましたらまず、バスの中で待機の方をお願いしたいと思います。で車を降りる際はかなり暑いですのでね、お帽子とか、お持ちの方はサングラスとか日焼け止めとかね、暑さ対策もしていただきたいと思います。右手の方にね見えてますね、太陽の神殿がなんか山みたいなのがねちょうど見えてると思います。右手の方であちらの方まで参ります。さあこの辺りいっぱいお花が売ってますけれども、花が売ってる近くにあるのはお墓です郊外にある、割とね、高級な
霊園ですね、高級霊園となります。さあではね、もうすぐ到着となります。で、到着しましたら私まずは、入場料を支払ってきますので、このままバスの中で待機をお願いいたします。